ねえ、確認なんだけど、三橋翔の言ってた AI って。うん、十中ハック、僕だろうね。こうしている間もいろいろハックして裏を取ってるけど、どうやら三橋翔の話は本当のようだ。世界一のプロモートに関して何かつかめるかと思ったら、まさか僕の出生の秘密が語られるなんて。まだまだ宇宙には予測不能な現象がいっぱいだね。出来が悪くて使い物にならなかったと言ってましたな。当然だ。僕ほどの高性能な AI が最初から完成品で誕生するはずがない。ショーが見限った後、急速に進化したと見える。でもそのおかげであの男はルミナの正体に気づかなかった。ラッキーといえばラッキーなのかも。ネオの父がネオを見限ったのと同じように、ショーもまた早計すぎたということだね。彼自身に AI 研究の素養はなかっただろうから。それにしても師匠の生みの親が分かってよかったですな。私はなんだか嬉しかったですぞ。ねえ、ルミナの生みの親はネオのお父さんだった。これってネオとルミナは姉妹ってこと？ AI と人間の姉妹か。ふふ、はやてらしい発想だね。しかし僕を歌姫アリア、ネオの母の再現 AI と見るなら疑似的な親子とも言えるかもね。まあ記憶は戻ってないからどちらも実感は湧かないが。ねえ、アリアの映像出せない？みんなで見たいな。もちろん、お安いご用だよ。動画をつないでアリアベストを作って流そう。いい声。それに歌う姿も凛としてかっこいい。さすが世界一の歌姫だね。うん、事情を知ったからそう感じるのかもしれないけど、アリアの声ってどこかルミナに似てる気がする。ステージでのクールで神秘的な雰囲気はネオに似てるな。ぬぬぬぬ、それにしてもかっこいいですな。うん、最高だ。ようやくわかったよ。僕もネオもアリアのこの歌を、この姿を目指していたんだ。アリアを目指せ、アリアになれ、それが僕に与えられた最初のコマンド。それが記憶を失ったことでだんだんと姿を変え、宇宙一の歌姫になるって目標になっていった。そういうことだったのですな。今ではそれがユニコードで宇宙一の音楽を作るって目標に変わった。これはお前たちと出会うことによってもたらされた進化だ。この進化で僕は救われたんだ。誰かの代わりになるための音楽、そんなの楽しくない。ミチル、ココア、ハヤテ、ユニコードで最高の音楽を作る、その目標が僕の歌をレベルアップさせてくれた。ありがとう。う、師匠、急にそういうこと言われると。近頃は涙腺が緩くなってしまっているのだ。だからね、僕にはなんとなくネオの苦しみがわかる。きっとネオも物心ついた時からアリアのような歌姫になれと言い聞かされていたんだろう。ネオはその目標に頑なに挑み続けた。壁にぶつかっても進路を変えることなく、誰の助けも借りることなく、ただ前に進もうとしている。人に与えられた目標と自分で持つ夢は違うってことだね。そんな苦しんでるネオ殿を捨てて師匠に乗り換えようとするとは、三橋翔、卑怯千万ですぞ。ネオは今も訳も分からず歌い続けてて、エルシーとベロニカ、メンバーの二人も苦しんでるように見えたわ。なあみんな、わがままを言ってもいいかな。引き受けたのだ。
ちょっとミチル、まだルミナは何も言ってないでしょ。でも何を言いたいかはわかる。私も賛成だな。ありがとう。やはりお前たちは最高の仲間だ。ユニコードとアビスメアのタイマンライブ、僕はそこでネオを救いたい。